やめた、対決。なんでですか？分かってんのか。はい。今日は2010年になって初めての対決だろ。っていうのに、なんで牛なんだよ。今年は虎年だろうが、なんで牛連れてくんだよ。あいつはどうした、いつもの虎野郎は。アーマーターガー君は今実家のベンガロに帰省してまして。知らねえよ、あいつの実家とか。お前ら前にも似たようなことあったじゃねえか。ちった学習しろ。前って？あれですよ、2年前の正月。あの時。今年はネズミ年じゃねえか。てめえらの怪人ローテーションがどうなってるか知らねえけどよ、イノシシは去年の早い月に消化しとけよ。たくよ、足ってっていうか、途中から地面に体温奪われて足が麻痺してきたよ。冬場の星座はつらいよな。だから桃引き吐きなって言ったのに。クッションも寒さ対策にもなったよ。私はなんかすいません、俺がイノシシ怪人だったばっかりに星座させられて。シシー君が謝ることなんてないよ。世界征服をかけた戦いにエトがどうのこうの言うレッドさんがおかしいんだから。そうっすよ、絶対言うと思ってたんだから私。それでもあえて今日は君で対決しようと思ってたの。これは私のレッドさんへの主張なんだから、君は気にすること全くないんだよ。はい。でもどうします、バンプ様。イノシシ怪人見たからって変にエトにこだわっちゃって。でもどうしようかな、うちネズミ型怪人っていないんだよね。それならデリモン呼んだらどうすか。ん？デリモンって何ですか？デリバリーモンスター、デリヘルみたいなもんだよ。何デリヘル？簡単に言うと派遣社員みたいなもんです。つまり人間じゃなくて怪人を派遣してくれるんですよ。今そんな商売があるの？俺もグルゲーから聞いたことあるだけなんですけどね。ネットの裏サイトで仕事を受け負ってるみたいですよ。本当？じゃあ頼もうよ、そのデリヘル。いや、デリモンです。俺なんだよ、俺って俺さっき寝てた。悪いね、永眠してた。永眠ってなんだよ、お前勝手に殺すなよ。最近あったかいからなんか全然眠くなんなくてさ。お、出ました、デリモンのサイト。そしてグルゲゲはデリモンとのコンタクトに成功し、翌日クロシャイムに待望のデリバリーモンスターがやってきたのであった。何これ。どうも、はじめまして、ネズミ型怪人のバラピと申します。ご存知ありません？カピバラ、世界最大のネズミと言われる齧歯類でして、ちなみにパナマではポンチョと呼ばれております。というわけで早速対決の方参りましょうか。ちょっと待ってくれる？カピバラは確かに鬼天竺ネズミって呼ばれてますけど。ダメだよ、レッドさんに絶対ケチつけられるよ。もっと普通のネズミじゃないと。っていうか、あの人カピバラなんて絶対知らないって。チェンジで。はい、できますよ。他のネズミ型怪人っていんの？はい、少々お待ちください。お疲れ様です、バラピですけど、お客様の方でチェンジをご希望されてるんですけども、今ネズミ型ですぐ出れる怪人います？はい、いる。ちょっと待ってください。ですね、今連絡がつくネズミ型の怪人が一人おりまして。いるの？僕にそっくりなヌートリアっていう種類のネズミ型怪人が待機になっております。普通のネズミはいねえのかよ。どうします、バンプ様。こうなったら、カピバラは南アメリカのアマゾン川流域に住んでいる世界最大のネズミと呼ばれる齧歯類。はい、齧歯類で。ってなんで戦う前に紙芝居見なきゃなんねんだ。っていうかお前下手だよ。お疲れ様です。はい、大丈夫ですよ。はい、これから、はい、対決ですけども。はい、明日知りでした。前にもそんなことあったんだ。あったあった、懐かしいね。バラピさん元気にしてますかね。だから反省しろってのお前らはよ。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。そういえば、あんたバンプさんたちに初日の出で拝まれたんですって？私も初日の出見に行けなかったから拝んじゃおっかな。やめろ。誰かがお風呂掃除してくれますように。誰かがお風呂掃除してくれますように。願い事を口に出すな。わあ、すごい、願いが叶った。
よ。舞ちゃん、お兄さんにお豆ぶつけられるかな。あ、来たよ、ほら舞ちゃん。ほら鬼だよ、舞ちゃん。ほら、舞ちゃん、お豆ぶつけて。まあいい。本当にすいませんでした。わざわざ来ていただいたのに。あ、いえ、考えてみればいくら豆まきってシチュエーションでも僕じゃ子供の心に荷が重すぎますよね。トラウマになっちゃったかな。あの、今日は本当にありがとうございました。え、あ、いえいえ、奥さん、僕そういうつもりでやらせていただいたんじゃないんで、あの、今日営業じゃないんで、そういうんじゃないんで。でも、ほらね、奥さん、あの、じゃあ僕失礼しますんで。あ、山根くん、すいません、バンプ様、少し遅れてしまって。鬼だ。どう見ても鬼だよ。いや、実はここに来る途中、偶然隣にあった親子の豆まきに協力してあげてたもので、去年まで鬼役をやってた旦那さんが DV で本当に鬼になって離婚したって、なんだか他人事じゃなくて。今多いよね、離婚だ DV だって。彼は山根青鬼くん、レッド抹殺の次なる資格。よろしくお願いします。角触ってもいいですか。いいですよ。あ、あったかい。おお、トラパンだよ、トラパン。本物っすかこれ。うん、本物。自分でトラハントして作ったんですか。いえ、今その辺うるさいから、動物保護の関係で。だから知り合いの動物園で病死したトラの顔を分けてもらったの。おお、なるほど。あ、バンプ様、そろそろレッドとの対決の時間じゃないですか。あー、じゃあ、あと5分したら出よっか。じゃあ、今のうちにやっときます？豆まき。すぐ済みますから。え、当然鬼ありますんで、豆ぶつけてください。いや、できないよ、そんなこと。今から対決してくれる怪人に豆ぶつけるなんて滅相もない。でも、厄払いって後でやっとけばよかったってありますよ。そう？じゃあ、お願いしようかな。3秒前、3、2、いくよ。はい、どうぞ。おにわどうぞ。はい、次、下手から噛みていきます。もっと強く、もっと強く。おかしいな、約束の時間からもう30分も経ってるのに。あ、もしかして私たちにおじけづいたのかな。それはないと思いますけど。あ、メダリオさん、カチンコですか。そう、めちゃガチ。レッドもいたんだけどさ、すげー出てたぜ、レベルマックス。え、いたいた。本当にすげー出てますね。それで対決来なかったんだ。終了まで待ちますか。でも確変引いてるからいつ終わるか分かりませんよ。いいですよ、僕襲ってきます。え、対決があるのにパチンコやってる向こうが悪いんですから。そういうプロ意識低いの嫌いなんです僕。あ、ちょっと山根くん、鬼だ。おい、バンプいるか。昼飯食わせろよ。なんだよ、鍵もかけねえで出かけてんのかよ、不用心だな。ちょ、お前、ちょ、何寝ぼけてんだよ、うさこ。ただいま。ん、あれ、あ、やっぱりレッドさん。おせえよ、おめえはよ。あ、お前、勘違いすんじゃねえぞ。こいつが寝ぼけて勝手にだな。どかせよこいつを。帰ってきた、君の心に届け。その名もアユラーメン。このラーメンの主役は何といってもスープの上に豪快に浮かぶアユの一夜干し。たまらん。星3つ。